解メ雨土の初めの時雨土は今ここで絶えず開脈しつつある古事記が説く雨土の始めとは天文学や生物学や歴史の上の観念で取り扱うところの「事物の始め」を言っているのではない。 古事記人大の巻は必ずしも過ぎ去った大昔のことを取り扱っているわけではない。今が、そしてここが、すなわち、Now Here が、工場に、雨土の初めの時であり場所である。すなわち、雨土は、実際に今、ここで絶えず、保有し、開拓しつつある。その今を、永遠の今という。 このことを禅では一年あまねく漢図無漁右往無漁右往の字すなわち女婚、無門漢などという英語のそうスピノザとも言うそしてその場所が常に宇宙の中心であるここを中今食日本儀というこの資源である中今から雨土は瞬間に防犯して忽然として神羅万象を現出する ことたままにはその瞬間に活動する生命の知性の内容でありその現実であるこの工場の雨土の始めである中今間を把握することがあらゆる事物をその根源から理解する上の世紀の出発点である仏教キリスト教儒教等の古来の哲学宗教の首相である 悟り救われ天などと言われる宗教上の退任はすべてこれの中間を把握することに他ならないそしてこの中居間という飴土の初めの把握が神道に入るもんであり神道の出発点である太まにとはこの空である中居間の精神的大宇宙北海の中に活現する人間生命の自覚内容 すなわち般若教でいう処方の空想と法華教でいう処方の実相の原理と原理のことであり並びにその原理原理を人間の自覚と自主自立性のもとに社会国家に活用していく方法を言うのである。